南鍵谷駅は愛知県東海市か木屋町にある名古屋鉄道高和線の駅。駅番号は KC03。快速急行停車駅である。また、特急は辰見川海駅と同様町に名古屋方面の一部列車が停車し、夕方の内海、高和行特急は全て停車する。かつては隣の氷を越す海駅との間に鍵谷駅があったが、 鍵屋駅が廃止されても駅名は解消されず現在に至っている。なお、名鉄と東海市は2020年2月に、西千田総合病院へのアクセス工場などを目的に、高横須賀駅との中間地点付近に新駅を設置し、2023年に開業することで合意し、基本協定を締結している。8両編成対応の相対式2面2000ホームを、 有する地上駅でマナコを利用することができる。上下線ホーム、下半田寄りに出入り口が設置されている。下り線ホーム出入口側に駅員がいる。また、古線橋でホーム間の行き来をすることができる。LED や反転フラップ式の列車案内は設置されておらず、電車に注意の安どン式表示とベルで列車の接近を知らせる。 放送装置が設置されており、時折駅員が運行状況等のアナウンスを行うことがある。主に住宅地となっている。駅南側には商店も多く見られる。大府市との境界にも比較的近い。南鍵屋駅にして、南鍵屋駅東、帝、東海市の統計、移動等円滑化取組報告書によると、近年の1日平均乗降人員は、 下表の通りである。高和線の駅では、大田川駅、下半田駅に次いで3番目に多い。高横須賀駅等駅間に、新駅設置が計画されている。またかつては、同区間に、鍵屋駅が存在した。名鉄高和線鉱、横須賀南鍵屋間に、新駅設置へ。鉄道ファン。2020年6月1日閲覧。 昼間の普通電車増強名鉄18路線25日から、ダイヤ改正、中日新聞、1970年12月22日11版八面、三河版、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1052ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、 570ページ。AB 駅時刻表。名古屋鉄道。名鉄バス。2019年3月24日。閲覧。電気車研究会。鉄道ピクトリアル通関八816号2009年3月。臨時増刊号。特集名古屋鉄道。間末折り込み。名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局。 名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。東海市の統計東海市、移動等円滑化取り組み計画書、報告書名古屋鉄道。ありがとうございます。